東本願寺爆破事件は、1977年11月2日に、京都府京都市下京区で発生した爆弾テロ事件である。日本の震災翼活動家である、加藤三郎が起こした。東本願寺は、新州大屋派の本山であり、同教団の聖地となっている。しかし新州大屋派は当時、お東騒動と呼ばれる内部構争を繰り返し、マスコミを賑わしていた。 また、同教団は、北海道開拓に、積極的に関わってきた歴史もある。加藤は、同教団が進めてきた北海道開拓は、侵略であり、新州大屋派の現状は、中祖神蘭の教えに背き腐敗しているとし東本願寺の爆破を決意した。加藤の実家は、天理教の教会であり、教団のあり方について、特別なこだわりを持っていた。 1977年11月2日16時3分、東本願寺大主導内で突然爆発音がし、床板や戸が爆風で飛ばされた。この時間はすでに閉館時間となっていたが、大主導内には数人の参拝客が残っており、一人が軽傷を負った。大主導の由来となっている、新蘭成人木像は無傷だった。その後の調べで、消火器の破片などが見つかったり、 塩素酸塩系の異臭がしたことから、消火器爆弾による爆破事件と断定した。その後、加藤は、世界赤軍日本人部隊、闇の土雲名義の反抗声明文をマスコミに郵送した。反抗声明文には、全人面した大悪党を反日革命戦争の火の海で焼き尽くす、胸が記されていた。加藤サブロは、 刑務所服役後の2005年4月18日に東本願寺を訪れ爆破を謝罪した。熊谷総計宗務総長もこれを受け入れ、親鸞は人は強縁によっては何をしでかすかわからない愚かな存在だと述べているといい、自ら罪を感じ取り、新蘭の御親鸞のご親鸞の前に身と心を運んできたことは尊いことですと語りかけた。ありがとうございます。